こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日はリチウムイオン電池は危険物ということでね、えー、何気なくニュースを見てて私の認識が、えー、根本から違ってたというのがね、えー、ちょっと驚きの発見をしたんでシェアしたいと思いますこれねパナソニック、まあ、なんか、ね、私もパナソニックのレッズノートを使ってるんですけど、まあ、よくこの、えー、リチウムイオン電池 回収って出てますでレッツノートでね今まで33件の発火事故があったとでこのニュースの例に載ってたのが発火したのがね購入して1年半のパナソニック製のノート PC1 年半、ね、今までの私の予想だと結局長いことね物持ちいい人が長いこと使ってて、えー、電池がへたれてきてねそういったところに、えー、製造のミスが あって発火事1年半ってことはそんなことなかったですね。えー、全然もう元気なうちに発火事故が起こってたと。で、これまでにレッツノートね、まあ、しょっちゅうこの電池のリコールやってるなと思ったんですけど、えー、116万台のリコールを発表したと。ね、116万台ってなんかすごいいっぱいだねって感じなんですけど、で電池の、まあ、このね、リチウム用電池には、 微妙な不純物特に金属片が混入した場合ねこの発火事故が起こるというのがね、えー、構造上そうなってるっていうのは知ってましたで、まあ、当然ね、えー、パナソニックとかアップルはクリーンルーム、ね、を使って、えー、製造してるんだろうと思ってたんですけどこのコメントを読んで愕然としましたね、えー、混入する異物は数マイクロメートル、まあ、そうですねもう本当にちっちゃい 完全に取り除くにはクリーンルームで製造するしかないが、コストを考えると非現実的。えクリーンルームってそんな高いのと。ね、116万台リコールするよりもクリーンルームで作る方がコストが高いってことは、まあ、正直パナソニックはおそらくね、この家電メーカーの中では、電池を作ってるメーカーの中では、最高の、まあ、おそらく、えー、技術というか、えー、注意というか、 設備というか検品というか要は最高レベルでねやってるはずなのにでもクリール,ルームはもうコストが合わないから使わないと、ね、そう考えたら、ね、もうパソコンをずっとねノートパソコンを充電しっぱなしにして充電ケーブルつなぎっぱなしにしとくとかね、えー、携帯を寝るときに充電してるとか外出ストレスしてるときに充電してるとか えー、ましてやね、モバイルバッテリーをね、えー、見えないところとか、あるいは体にくっつけたところで充電してるっていうのは、かなり、ね、危険な、えー、チャレンジャーな行為というか、無謀な行為だなっていうのをつくづく思いました。ね、パナソニックがお手上げって言ってるんだったら、まあ、正直ね、えー、かなりリチウムイオン電池は危険だと。 まあそれはね世界の航空会社とか運ぶの断るねって感じですし、電池だけで運んじゃいけないとかね、今、サムソン製のギャラクシーは飛行機に乗せられないとか、アメリカはねノートパソコンも乗せられなくなったとか、まあ、なんか厳しすぎんじゃねえと思ったけど、むしろ当たり前だねっていうふうに思いました。で、まあね、それはそれでしょうがない、まあ、もう売るなんてのは問題外っていうのは置いといて、えー、とりあえず、 えー、私は今まで家にいる時はエコモードにしてたんですけど、えー、旅行中は、ねえー、80%に以上に充電しないと、えー、持ちが悪いんで、ね、100%まで充電してましたけど、まあ、これはちょっとねやめといた方が無難だねと、えー、海外の電気の周波数って日本ほど安定してないような気もするし、えー、そこに持ってきて、ね、100%、えー、充電するっていうのは怖いね。 なんか100%充電した時が一番ね、事故起こりやすいそうなんで、100%に充電しない。パソコンにエコモードがあればエコモード使った方がいいです。エコモードがなければね、とりあえず電源はつなぎっぱなしで使うんじゃなくて、外して使って、ね、減ってきたら目の届くところで充電すると。 でこれまあそこまでする心配あんのという気がするんですけど、まあ、少なくともね以下の3つの事故よりははるかに高確率で発火事故に遭うとサメに襲われるテロに遭遇する飛行機事故に遭うと、ね、これそれぞれねこのパナソニック製で今まで33件の事故以上にこれらは起こりにくいことです、ね、だけどこれを怖いと思うんであれば逆にね発火事故を怖がった方が現実的と。 実際、泳いでてサメに襲われるなんてめったにないし、ねえーまあえー、戦争している地域に行ってね、えーまあ、テロがたくさんテロリストの巣に入っていかない限りはテロになんか合わないし飛行機事故なんてね、えー、珍しすぎてね、えー、ニュースになるぐらいですからめったに置かないと、まあ、そこに持ってくるとこのパナソニックなどの、ね、リチウム用電池の発火事故なんていうのは、まあえー、特段 よっぽどのことがないとニュースにならないんでね、えー、密かに普通に毎日どこでも起こってるということなんでね、気をつけた方がいいなと、気をつけなきゃいけないなと思いました、ね。いや、しかしね、このマイクロメートルの異物が購入したまずいっていうのは構造上そうだよってのは見たことあったんですけど、まさかコストが合わないからクリーンルームじゃないとこでね、えー、気をつけて作ってますっていうレベルだったら思わなかったですね。これはなんかね、えー、大変、 ショッキングな出来事で驚いたんですけど、えー、あのほぼリチウム溶電池と発火装置、起爆剤、ね、あるいは下手すりゃ爆弾ぐらいの、えー、シチュエーションによっちゃ威力がありますのでね、そう考えると、これね、本、え、当、ー、注意して使わなきゃいけないと、ね、100%充電はやめた方がいいです。で、えー、少なくとも60%ぐらいがね、 保存の時は一番電池には優しいですし60%から80%の間ぐらいでいつも使うという方がね電池に優しいみたいですなんかついついね毎晩つなげて寝るとき、えー、充電してるっていうケースが多いと思うんですけど寝てる間にね発火したら結構高い確率で死にますんでねそれはやめた方がいいんだなというふうにね改め考えを改めました まあえー、そうなってからでは遅いんでね、えー、寝てる時に充電というのは無,無謀であるというのをね、えー、ちょっと今までは全然考えたことなかったんですけど充電は起きてる時に燃えにくいもののところに置いてしましょうというのをね気をつけたほうがいいですそんなわけで今日はなかなかこのパナソニックのねこのコストを考えると非現実的クリーニウムで作ってないっていうのをね知ってね かなりショックを受けたんですけど、リチウム電池はやっぱり危ないなというふうにね、えー、思いました。売るのはもちろん、使うのにも気をつけて充電して使いましょう。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。